日本初のバットレスダム、ササリューダム、函館式業局上下水道部は、北海道函館市の公営企業である、函館式業局の水道事業、温泉事業、下水道事業を行っている部局である。横浜に次いで、日本で2番目に近代的水道事業を行ったとされているが、一基地の空地修時官の囚人の手によるものが2番目との説がある。 三笠市観光の府市も参照。2011年3月31日までは、函館市水道局の名称であったが、4月1日に交通局との統合による企業局発足で、現在の名称となった。昔、函館は水源となる河川がなく、水の確保に苦労をしてきた歴史がある。もともと、柳川交通公園の裏手付近より亀田村に流れ込み、 亀田八幡宮の森を通って、北洋銀行万代町支店付近で、函館港に注いでいた亀田川を1859年、青森県下北郡川内村の岩城寺の僧侶、堀川城京が中心となり、函館方面へ分流させた。しかし、年々土砂を運び港内を埋め、1877年、 頃からコレラなど伝染病が出始めたので西洋の近代的水道を建設することになった。日本で初めてのバットレスダム、ササリューダムなど見どころが多い。中区排水地名を企業局の発足に際し、料金徴収業務は上下水道部でなく管理部徴収管理課の管轄で民間委託されている。箱館初めて物語、中尾仁彦2010年。 P43 中野ダムの完成水需要の増加と、ダム建設アーカイブド2014年4月8日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、通説編、第4巻第7編市民生活の書層、函館市市デジタル版函館市2011年4月7日、閲覧、本年度の土木遺産函館の水道施設群、北海道新聞、平成19年度函館市、 水道水質試験連邦箱館市水道局2012年5月6日、閲覧憩いの施設アーカイブド2012年3月8日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、箱館市企業局2011年4月8日閲覧、企業局管理部の業務概要、広報紙、市政箱館平成23年3月1日、発行文 12p、ありがとうございます。